はい、こんにちは。試験や英語塾です、えー。今回もトフリについてお話をしたいと思います、えー。今回質問いただいてまして、スピーキングのスコアが23を超えられないということなんでね、これに対してあの、まあ、一般的な回答をしていきたいと思います。であのピンとくる、ね、あのポイントをちょっと羅列してみたので、確認をしてみてください。でえっと、一個一個の,、ね、あの内容の動画をちょっとこれからちょっと作ってあげようかなと思っているので、あのただこの試験や英語塾オンライン授業あの自習室、こちらの方では、ね、あのこういうもの、 のあのあ文書とかね、まあ一部動画とかね、あのそういうのに解説はしてあるので、えっとまあ、そっちにも同様にねあのアップしてはいこうかなと思っていますね。ねまあ、今回の一般的な感じでポイントね、あのちょっとどういう部分に皆さん当てはまるか、ちょっとね、あの大体この中に、大体どっかに当てはまるだろうみたいな、あのそういうものを作ってみました。でえっと 23ね、超えられませんという23取ってるっていうね、あの前提なんですね。で、23取ってるっていうね、こと、それからあの、のどのように23を超えていくのかっていう話をするのでね、あの一つだけちょっとあの前提があるので、うんと、そこをね、確認をしておきたいと思いますね。で、あの、まあ、伝統的なね、まあ、ある意味、ハイポテリカオなんですけど、あの、一つのね、質問があったら、えっと、 点、2点、3点、4点っていうふうに、あの4つにね分けるんですね。このロースコアっていうのね、祖点をね。で、これをね4、4つあるでしょ。で、これ全部足して、で、平均を出すんですね。で、平均がね、3.0。 だとね、30点満点の23が出るみたいな。まあ、まあ、おおむねね、おおむねですよ。あの、こんな感じ、イメージとしてはね、あのイメージ分けやすいこんな、こんな感じにしてます。大体いいこういうことなんですね。だから、えっと、今23取ってるっていうことは、1つの中、あの1問につきね、あの4点ある中の3点を取れてるっていうことなんですね。で、日本の人の平均って2点なんです。で、えっと、日本の人でね、うまいねーって、すごいねーって言われる人は2点の上の方。 で、おう、いけるんじゃないまあまあいけてるよねって言われてる人は、えっと、真ん中の方。もうちょい頑張ったらいいんじゃないのって言われてる人は、この下の方。全員2点です。<laughs> ね。だから、あの、日本の英語教育の中で、あの、すごいとか下手くそとかいう意味はほとんどゼロです。全員同じ評価、同じ評価なんですね。あの、国際的に、国際的にとかアメリカ的に。 言うとね、ETS の評価では同じ中に入ってます。だから全員2点です。だから日本人の平均スコアは15からまあ17とか18とかね、あのいう感じになってるっていうことなんですね。で、あのでそれをね、もう完全に凌駕してる。あの日本の英語教育の範囲は完全に超えましたっていうのが3点です。だからそれを平均的に4問について叩き出してるっていうことなんで、23っていうのは完全にできる組なんです。 英語に関してできる組です。 であの日本の英語教育、伝統的かつて典型的な日本の英語教育を受けた中で、それでスピーキング23取ってるっていう時にね、リーディングがね、15点とかちょっとありえないでしょ。やっぱりリーディングも28ぐらいいってるわけですよ。で、その中でスピーキングが23いってるっていうのは、もう完全にもうスコア的には、だもうそろそろ110目指せるなっていうね、そこまで手が届いてるような人ですよね。で、本当に多分ね、110ぐらい必要な人だと思うんですよ。でだから23です。 じっとしているのがちょっとなんか効率悪い。だってここが一番伸びしろありますよね。他はもう28とか取ってるから。だからここのあのもうちょい伸びるね、ことが許されれば、もうもっと早く110とかいけるのにみたいな、ね、ことになりますよね。っていうことですね。それからもう一つはスピーキングのセクションにミニマルムのリクワイアメントがあってね、26以上。 っていうね、あのー、要求がされていることがあります、ちょくちょくね。で、そうなるとね、あの、23だともうみんながすごいっていくら言われてもね、あうれしくもなんともないですよね、あの要求スコア出てないから、やっぱりあのー、出したいっていうことなんですね。だからそういう、まあ、こういう全体的にハイスコアを取らなければいけない、またはスピーキングのね、えと最低のスコアが要求されているというような時に、スピーキングで23を取っててもね、やっぱ23を超えていかないと、もう自分にとっては意味がないんだと。 いうことになってくるわけですねでやっぱりあの伸びしろがだんだんちっちゃくなっていくでだんだん難しくなっていくんであの 20点の人からね、見ると23だからもう十分じゃないか、すごいじゃないかとか言うけど、やっぱり23の人から見ると、やっぱりね、あの、もっと取らないで意味がないわけでしょ。で、20の人が23に行くのよりも、やっぱりもっと大変なことになってくるわけですよね、えー。で、もっと大変になるっていうのはどういうことかっていうと、3点の人が、あの、4点に行かない限り、スコアが23から上がらないですよね。で、そのためにはね、やっぱりこの、 満点を取らなきゃいけないんですよここ、ここが一番難しいところなんですね、あの,あの23から24以上に行くには、少なくとも1つの問題について、国際的な観点から、今、嘘です、アメリカ的な観点から、満点を取らなきゃいけないっていうことなんですね。 あのえっと、自分に対してあの適当に、ね、やってああ、うまくいけたかな、いけたかなみたいなそんなレベルじゃなくってもう、なんていうんだろう、一言一言、完璧を全部求めないといけないです。だって、どこが原因でっていうのがあのやっぱり分からないわけでしょ。だから,だから本当に完璧を求めていく、これがやっぱり満点出すときのやっぱり重要なところですよねあの。ここができてればいいっていうことじゃなくって、やっぱりどっかがやっぱりあ,のあらっていうのがあったら、やっぱり満点出ないんですよね。 満点を出すにはちょっと物足りないなみたいな感じになるさっきで言うとこの3点での一番上上位レベルですよねみたいなただ4には満たないですよねとかあの言われてしまうと1点も上がってないことになるのでねあのそういうことなんです23のままなんですね4じゃない限りだからこの満点を取るっていうことだから非常に難しいんですねあのだから23でずっとあのストップしてしまってるスコアがねあのっていうのは まあ考えられるわけですよ、ね。そしてそんなにあの少ないわけでもないんですね、数がね、あの結構いらっしゃると思います。で、えっと、それをねあの、なんとかクリアしていこうということです。で、やっぱりあの1番と、それから2から4番にちょっと分ける必要はあると思うんですね。あのまあ、ネタあの全部考えなきゃいけないのが1番でしょ。で2から4はね、すでにもうネタがね、リーディングパッセージとかレクチャーで与えられていて、それをね、あの言うだけなんで、ちょっと経量が違いますよね。 でまずね、一番にあのげま原、あ、因というか、上がらない原因があるとしたらっていうことね。または、一番について満点を取ろうとしたらっていうことね。一番で、ねえっと、満点を取るとしたら。 っていうことでもいいと思いますね。で、そしたらね、まずはね、えっと、これです。もう一番については、これを一番確認をしたい。で、理由を二つ言わなければいけないと思っているっていう部分ですよね。で、あの、あのこの理由を二つ言うっていうのの、このネガティブなね、側面はいろんなところでお話ししていると思いますけど、あの、とりあえず、あのね、えっと、ファーストとかね、ファーストリーズンイズとか言うわけでしょ。ね、まあ、オピニオン言ってからね。で、そうなるとね、次何が起こるかっていうとですね、うん このなんだ画面に、ね、あの青いバーが出るじゃないですか、ね。ずっと時間が経過してますみたいな。で、the first reason is とか言って、ずっとう、まあ、オピニオンを言って,、ねで言ってで、そしたらもうだんだん5秒、10秒、15秒と進んでいくわけですよ。当たり前ですけどね。で、そうなるとね、あのもうドキドキするんです。なんでドキドキするかというとね、自分には、the second reason is これを言わなければいけないからです。これを言うことがもう絶対の義務になってるから。 でこれをとにかく言えない限り、もう終わらないことになるんですね。で,でも、そうなるとね、でもそれがね、40秒とか経ったね、45秒しかないのにね、40秒経って、セカンドリーズだからもう言えないじゃないですか。かできるだけ早めにと思うんですね。20秒ぐらいで、ね、20秒ぐらいで、20秒って言ったって、あと25秒しかないからね。だら20秒ぐらいで、ファーストリーズイズとかって言う、あ、じゃあセカンドリーズンイズとかって言っちゃうんですよね。なんかわかりますよね、気持ちはね。 でね、あのそうなると何がダメかっていうとですね、ファーストリーズンが全然ディベロップされてないんです。もう言いっぱなし。ファーストリーズン言いっぱなしで、え、それなどうしてですかねとか言って、あのレーターが思ったときに、セカンドリーズンにずるとかね、えーとかなるんですね。 ということなんです。でね、それでね、セカンドリーズン i って言うでしょで、それがね、ディベロップできるかというと、そうでもないんです。なんでかというと、ファーストリーズンは最初に思いついたからこそファーストリーズンになってるんで、こっちの方が絶対言えるはずなんですね。でも、これを言わずに、なんでかというと、セカンドリーズン言わなきゃいけないから、自分の中では。で、セカンドリーズンを言う。これが、でも実は取ってつけたような。 もう本当に最高にアーティフィシャルなリ,リーズなんですね。で、これが、だから自分にとってディベロップできないんですよ。For example, for, for example って言えるかこれ自分みたいなあの感じになるんですね。で、結構うまく言えないみたいなね。そういう感じで、これはあの別にもう2点ぐらいの人の典型的なパターンなんですけど、あの、これに見たパターンがね、あの、今あるんじゃないかっていう可能性を疑わなきゃいけないですね。あの、 とにかく、もうファーストとか,とかセカンドとかいらないので、もうリーズンを言うのでいいので、このリーズンをちゃんとディベロップしきれているかどうかですよね。あの、それをもうもっともっとこうやってもらうといいかなと思いますね。で、結局セカンドリーズン言えませんでしたっていうん、ね、で、あの、いい意味でね、いい意味で言えませんでしたであれば満点出ますよ。ね。だから別に二ついう意味はないのでね。だからあの、しっかりディベロップをし、あの、しきるということですね。<laughs> はい、えっと、それから、この2番と3番はちょっと似てますけどね、あの英語が硬い、硬いっていうのは、硬いっていうのはあのガチガチなんですね。例えば、スピーキングなのにね、うん、例えばえ、こんなエクスペリエンスがありました。This experience enabled me to try new things みたいな、そんなやつです。あのそういうのがちょっと今、硬いでしょ。で、硬いのとこのリズムが日本語、つまり硬、硬い。 ーなでしょ今のね。This experience enabled me to try new things, みたいなやつね。あのこれはやっぱりね、厳しいです。日本人同士だとね、あ、カタカナだねって言えるんだけど、あのレーターから見るとでカタカナとか知らないじゃないですか。だからやっぱり、いや、非常に聞きづらいですねっていうふうになるっていう感じなんですね。で、これね、カタカナっていうふうに。 よにもね、あの、例えばね、あの、いや、そんなこと言ってもねあの、例えば28点ぐらいね、スピーキングでね、撮ってる人で、そんなにすあの発音すごい人いないですよ <laughs> っていうね、あの、こともあるかもしれない。ただね、カタカナじゃないです。あの、This experience enabled me とかじゃなくて、uh, This experience enabled me to try new things とかいうぐらいは絶対言ってるはずです。絶対いけてます。だから、あの、うまい下手じゃなくて、うまい下手の 枠外なんですカタカナっていうのは。カタカナっていうのは日本語なので、日本語を喋ってる限り、やっぱりスコアはやっぱりあ,あ,のあるとこであの頭打ちになりますよね。だでも、言語のテストで、あの外国の、ね、テストでやっぱりあの大きくあの、なんだろう、音声の法則を破ったあの答案が来た時に、やっぱ満点あげるわけにいかないですよね。 まあそれがね、あの問題になることがある。それから、英語が硬いっていうのもまあ一つねあの、This experience enabled me とか言うんじゃなくて、やっぱこう、うんち柔らかくね、無生物主語とかじゃなくってねあの、Because I have this experience とかね、あの <laughs> そういう感じですよ。あのえっと、も人を、ね、主語にして、どん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 リズムをよくね、あの言っていくということが重要ですね。 それから、えっと、具体例についてね、あの2つ、また、具体例がね、実は具体的で全然ない具体例、あの本人は具体例だと思ってるんだけど、全然具体的じゃないとか、ね、それから具体例が自分の主張をサポートしてないとか、えー、いうこともよくあると思いますね。で、この辺はね、あのー、なかなか本人は難しいんですけど、あのー、ただね、考えたらね、やっぱり思い当たる節はあると思うんですよ。で特にねキー、キーワードになるのは、 あの、使い回し、ネタの使い回しです。で、具体例の使い回しなんですね。うん、だから、あの、なんかちょっとかすっているとね、あ、これ、あれ行こう、あのエピソード行こうってんで、When I was a student とかってずっと行くわけ。ね。あの、同じことを使い回そうとする。でも、そういうのはあんま良くないですで。あの、2点の人がね、ギリギリ23まで、 えっと、ね、取ろうということで使い回すのはなんとかなるかもしれないけど、やっぱ満点取るためにやっぱり使い回しはあんま良くないですよね。使い回してる限りね、やっぱりあのガツッとこう噛み合わないですよ。ね、あの、問題が違うから、問題が違う、問題が違う、イコール理由も違う、なのに具体例同じやつやってるみたいな感じだと、今どの辺が具体例だったんですかねみたいな感じになりますよね。だからあんまりね、良くないんだ。だから、 あのフルエンシーちょっと落としてもいいから、やっぱり自分、その問題に合ったスペシフィックなダイレクトに答えられるようなあの例を挙げるべきですよね。<laughs> で、同じように、この,あの理由があの <laughs> 主張とかけ離れているっていう感じですよね。あの要するにね、違うことを言ってるんですね。あのこれもね、ある意味使い回しなんですね。<laughs> 例えばねあの、うんと、学生はね、例えば座席。 座席をね、あの自由にね、あの選べるべきだ、みたいなね、選べるべきだ、みたいなね、ことを言う。で、それはね、なんでかっていうと、その方がね、あの成績、成績が上がるからです、とかいうふうに言うのね。でそれはこれ聞いてる人はもう明らかに違和感あるでしょ。 えないや座席選ぶとねあ選べるとねいろいろと何て言うんだろうあの環境的にねあの、えっと、変なことねいろいろ考えなくてよくってあの結局授業にフォーカスできるようになるじゃないですかみたいなあのことを言うわけですよ、ね、でそれであの成績がねでフォーカスできるとねどうなるかっていうとねこんなことがあるでしょこんなこともあるこんなこともあるんですよだからねやっぱり成績よくなるんですよね っていうふうに言うと、これや、よくないよね。なんでかっていうと、座席の話してないよね。あの、結局、集中したら成績が上がるっていう話をずっとしてるだけで、座席の話してないんですよ。それがかけ離れたものになりますよね。あの、っていうことです。で、これもね、だからどっちかというと、使い回しなんですね。あの、 あの座席あ分かった、フォーカスとか言って、成績とか言って、ねこっちに、こっちに行っちゃうんですよ、アテンションがね。で、これ言う、でも、あの肝心なあの座席のことにはついて言ってないみたいなね。あのそんなの,あの、問題を出した人から言うと、がっかりじゃないですか。ねあのせっかく座席の話したのに、なんかね、全然そんなこと言ってくれてないみたいなね、あのことになりますよね。 っていうね、ことです。で、あるいは7番、えっと、自分の思考、ね、趣味思考、どっちが好きみたいな問題なのに、一般的に、故に学生はこういうふうにするべきなのであるとかね、あの、いう感じ、ある逆にね、あの、一般論言われてるのに、僕はこっちが好きなんです、みたいな、あの、こんな感じの答えをしてみるとかいうのは、やっぱり、あの、満点は出せないね、さすがにね。 っていう風な内容の問題。で、えっと、頑張ってね、練習して具体例ね、しっかりあのフルエンシー落としてでも頑張ってやろうとしても、やっぱりそんなこと、新しい挑戦をするとワード数が少なくなるみたいなね。で、80ワードぐらいしか言えないみたいな。やっぱりあの、えっと、満点出すんであれば100ワードぐらいね、あの言いたいですよね。言えるといいかななんてね、思いますね。でね、あの、まあ、90からね、100ワードぐらい。で、これね、あの、 ちょっと、何、うん、て言うんだろうな、あのー、誤解があると思うんですね。で、例えばね、100ワードの、例えば模範解答がありますよね。で、これで満点ですみたいな。で、これをね、音読すると、音読したらね、あのー、45秒ギリギリ、もうちょっと、なんなら50秒ぐらいかかるよみたいな。 あの感じになるかもしれない。例えばね。まあ、あんまそんなことないと思うんですけど。まあ、仮にそんなになったとしたらね、あのこれ音読だからなんですね。だ勉強方法にまた問題があるんですね。音読であのスピーキングやるわけじゃないからね。だからあの、むしろスピーキング、自分の言葉でねあの、自分でサク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 言っていくと、結構喋れるんですよあの。音読より早いんですよ。本当に。だから、音読よりはね、自分の、 言葉で喋れるかどうか。で、それをあの後からね、後から、えっと、ワードカウントしたら、あのどんだけいったのかという感じでやってみるといいかなと思いますね。あの、文字を折ってね、文字をそのまま読み上げるっていうのは、あんまりスピーキングのプラスにならないですよね。あの、形をね、ちょっとマスターするっていうことにはまあ、貢献できるかもしれないけど、あの、実際に本番で自分が言うときに、やっぱ原稿がないと言えない人になっては困るわけですよ。だからやっぱ原稿がなくても言えるようにね、していく っていうことですねであと9番のもう根本的な話なんですけど、あのこれ結構な数いらっしゃると思うす。これ相当レベルが高い人でもこれありますね。あの出だしでつまずいて繊維喪失するっていうね、あのピーってなってから、ピー、あい、いふ、あ、いふ、あ、違う、if じゃなくてみたいな感じにねなってしまうと、もう、あのもう一回、あのテイク2ま,またはもう退出していいですかみたいなね感じになりますよね。 あの、これあります。だから、これ、あの、どうせね、この具体例とか、その場でね、あの、しりながら考えなきゃいけない。ど,ど,どっちかというと、あの、think aloud しなきゃいけないぐらいな感じでしょ。あの、声に出しながら考えるぐらいな、あの、感じじゃなきゃいけないんで。 うんとそれはもう5秒ぐらいでよくって、あの10秒ぐらいかけてね、じっくりかけて、あの時間かけて画面のね、に出ている問題文を見て、よし、これピーってなった一番、こう言わなきゃいけないんだというのをちゃんと準備しといてね、で、第一文をしっかり言えるというようにした方が、あ,のあとがあの続く可能性が高いですよ。あの逆に言うと、最初、繊維喪失するとね、いや、これ本当にねあの、大きな問題ですよね。テイクワンしかないからね。で、これで、あの、 のしゃる時間が3分ありますとかね、2分ありますとか、だったらまだね、あのいいんでしょうけど、あの45秒でチキ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 になってるわあね時にあのつまずいてしまうと、やっぱりね、だからテストの設計上の、ね、問題だと思いますけど、あのでもそういうテストを受けているので、まあ、しょうがないですよね、っていうね、えー、ことになります。 でね、えっと、2番から4番ね、このネタがある方ですね。で、こっちに原因があるとしたら、あるいはこっちで満点を取るっていうことね。えっと、2番、4番で満点、4点ね、を取ると、えー、取るとしたらっていうことですよね。で、まずは、えっと、最初のね、1番での失敗を引きずらないこと。こももう絶対大事ですよね。 1>, あの大事ですで1番で仮に失敗してもね23点取ってる人はさっきのねこの図を書くと1234って書くとねあの1番で失敗したとしてもね23取れてる人の失敗は2点なんです1番のねで2点ということは2番3番4番で2つ 2つ、えっと、3点で一つ4点取ったら絶対にプラマイゼロで3になるじゃないですか。だから23を維持することはできるんですね。で、2番、3番、4番で2つ満点取れればね、2つ満点取れればまだ超えることできるんですよ、23をね。ですよね。だからあの1番での失敗は引きずってはいけないです。絶対に引きずってはいけないです。で、あの最悪2点。 あの最高でも最低でも2点なんですあ。完全に失敗しました。だとこれ2点なんです。だからもう2点は確定です。だ次の3問で、えっと、いつも通り満点、だっていつも満点取る練習しているわけですよ。23以上取る人はね。いつも満点取る練習してんだから、いつも通りに2問やってください。で、いつも通りにいかないのが1個あったとしても、それでいいです。それで24を超えると。 いうことになるのでねだ一番の失敗は引きずで多分一番いいのは失敗しないことですよ。一番で失敗せずに、うん、ともしかしたら4行ってますかねみたいなぐらいになると、もうその後の問題が楽ですよね。逆にその後の問題で1個大失敗をして2点になったっていいわけでしょ。ね、だからやっぱりあの、一番で成功するっていうのは大きい、ね、ことではありますよね。ただ失敗しても引きずってはいけない。 それから、えっと、次ですね。特にこの,あの2番とかね、まあ3まあ、全部そうですかね。あの2番から4番、このね、言うべきなのかどうかっていうのを迷った時にねあの原因あのひひ、スコアが出ないとなった時には言わない選択をしている。逆に満点を取る時には言う選択をするべきです。ね、<laughs> 例えば学生がね、学生たちは忙しいという時に、あの、students are busy。例えば、あの、At night. 夜には忙しい。 っていう時にね、あの、それだけで終わるっていうのも別にいいんですよ。いいんだけど、その時にね、あの、会話の中でちょっと例があってね、あの、なんか、クラブアクティビティーズとかね、あるいは、ファ m i l i e s とかね、part-time jobs とかね、いろいろあるよみたいなこと言ってて、でもでも、忙しいからね、そんなね、授業あったっていけないですよね、みたいなこと言ってる。っていう時に、あの、まあ、忙しいは言わなきゃいけないだろうとね、あの、<タッ> students are so busy in the evening that they can't attend evening classes. っていうね、あの、 こ,ううことと、になるとけど、あのうわでもこれクラブとか言うかなどうしようかなとか思うわけですよ。その時にね絶対言ってください。絶対言ってください。その時にねあえて言わない選択をしないで絶対言う選択をしましょう。そうするとね、例えば、students are busy with a range of activities in the evening from club activities to なんだろう part-time jobs とかね。あの言えるでしょう。 で、そうなるとね、あの、なんていうんだう、今のだと、例えばちょっと適当に言いましたけど、えっと、uh, students are busy in the evening with a range of, with a range of activities. From, えっと、club activities to part-time jobs.11 ワード増えるんですよ。今の言っただけでね。で、あの、これをねあの、そんなにあの、ほら、えっと、難しいわけじゃないからね、言うのがね。でそうなるとね、やっぱりこう、フルエンシー、 プラスになりますよ。ね。フルエンシーあのプラスになります。だから、それでね、やっぱ言う選択をぜひしてほしいなあと思いますね。で、言わない選択をするって気持ちは分かりますよ。あの、その言おうとした時にね、ちょっと文がぐちゃぐちゃになったりとかね、時間取りまくってね、11ワードを増やすということは、まあ、数秒増えるわけですよ。で、数秒増えた時に最後まで言えるのかとかね、あのそういうことを考える、まあ、おそらくは考えるはずですよね。で、その問題があると思うんで、それがね、満点を取る練習です。 いつもやる満点を取る練習。だから言うべきかどうか迷った時に言う選択をして数秒増えた。だからそれがね2箇所ぐらいあってねあの。そうなるとプラス20ワードぐらい増えるわけでしょ。 で、そうなると数秒、まあ、十秒ぐらい増えるかもしれない。で、それでも60秒の中に収まるんですっていう練習をしなきゃいけない。で、そのスピードを維持しなきゃいけないですね。あの、そのスピードが出ないと、やっぱり満点は無理だということになります。で、満点が無理だっていうのを分かってたんだったら、やっぱもうスピーキングで23以上取るっていうことは諦めなきゃいけないじゃないですか。だって満点取らない限り上がんないから、それ以上ね。でも、あの、それ以上上げたいんだったら、まあ、満点取らなきゃいけない。で、そこがやっぱり、あの、努力のね、するべきところですよね。自分に このスピードはないでもみんな最初からないですよ。ね、だからそのないスピードをあの出していかなきゃいけないであの。リーディングとかの時にみんな思ってるはずですよ。ね、自分が高校1年生の時にいやこんなのこんな、こんなスピードで読めるはずがないじゃないですかと思ってるでしょ。でもみんなみんな楽勝で読めてるんですよ。だからやっぱりあの練習してね、勉強して練習したらできるようになるんで、スピードに関してはね。だからもう、そのもうなんていうの もう自分のこの経験の差というかね、それぐらいの話でね、あのやっぱり年季が入るとね、できるようになるんで、あの、ここ頑張りどころなんですね。言うべきかどうか迷った。あの、明らかに言わなくていいとか言わなくていいですよ。ね。ただ、あの、関係がね、多少あるところ、あの、ディーテール、ディーテールではあるけれども、無駄ではないっていうね、レベルね。あの、そこはやっぱり言っていくっていうことですね。これがやっぱり重要なところですね。あとはですね、あの、ここ、 2番、まあキャンパストピックですけどね、2番で大きな失敗を、えっと、満点取るためにはしないっていうことですよね。で、逆にスコアが上がらないとしたら、この2番で大きな失敗をしています。で、えっと、うん、まあ会話でね、ちょっと一部聞,け聞き取れなかったとかね、いうことですよね。で、スピーキングでね、24以上、まあ、26とか28とかね、 取っていく時にあのキャンパストピック2番でね、あの大きな失敗をするということは考えられないことです。で、2番っていうのは、あのスピーキングの2番、キャンパストピックっていうのは、あのなんていうのあの、トフルのね、全体、リーディングからライティングまでね、すべての問題の中で、多分一番簡単ですよ。あの問題がいつも決まってる。 形式がいつも決まってて、あの今度は,あのこの男,はおこ男は怒ってる、怒ってるのは授業料が上がったから怒ってるとかね、資源、えっと、勉,勉強の期間が短くなったから怒っているとかねあの、コンビニがなくなったから怒っているとかねあの、ドミトリーを改修、ね、修繕工事があるから怒っているとかね、もうそ,もうそんな話しかないわけでしょだからもう,あのうもう言うべきセンテンスも本当にもうあの限りがありますよね。大体いいこんな文しか使わないですけどみたいなね。で 練習すればも当然ね、そういうのあるわけでしょ。だからまあそこをあの練習して、で大きな失敗は絶対ないようにしないといけないですね。あの聞き取りのところでもね。で、メモばっかりこう気にしないで、メモ取らなくても大体もう分かってますからみたいなあの感じで、あのプレップタイムの時にまあ適当に処理をで,できるみたいなね、あのそんな感じにしていかなきゃいけない。ここでの失敗はやっぱりもう致命的ということですね。 で、えっと、だから2番は必ずこの4点、ここが2番は絶対満点を取るというのがもう、あの、最低限の、あの <laughs>、義務、ノルマですよね。23を超えるためにはね。 次はですね、このね、3番ですけど、このリーディングパッセージ、最初ありますよね。リーディングパッセージがあって、レクチャーがあるみたいな感じなんですけど、この3番のリーディングパッセージ処理の誤りってのはあると思いますね。あの3番であの大きくつまずくっていうのは、リーディングパッセージでね、リーディングパッセージでまあタイトルがあってね、わーっとあってね。でね、最初の1行ぐらいで上手にあのディフィニッション、 定義がまとまとととっていいいるるころもあ思うそれ全然ですよねただね、このね、最後の方まで読む、この辺まで読まないと、あの何言ってるのかよくわからないっていう、最後でやっとまとまったなみたいなね、あの時がある。で、これはね、やっぱりあの目も仮にね、とってわかったとしても、あのこの最後に、ああ、こういうことか、やっとわかったって目も、 取ろうとしたときに、Now listen to part of lecture みたいな感じで、もうあの、レクチャー始まっちゃうんですよね。だそっちはそっちでね、集中しなきゃいけないじゃないですか。だから、あの、この最後まで読まなきゃいけないような時には、必死でまとめなくていいですよ。もう半分無視で大丈夫。ね。あの、そこで仮にね、あのこれだけ、これをちょこっと、あの,要するにあの、なんだろう、リーディングパッセージ読みましたけど、ぐらいな感じで、あの、<laughs> いいです。で、 これを全部ね、言わなかったからといって、あの直ちにあの4点が3点になることもないしね、仮になっても OK にしなきゃいけない。あの、これを頑張ってやろうとしてしまった結果、あのレクチャーの方に集中できなくって、レクチャーもがもうボロボロになってしまって、2点を取ってしまうっていうことには絶対なってはいけないのでね。 だからの、この3番のリーディングパッセージの処理、これはあの逆に言うとあの、さっきの2番と逆で、トフルのすべての設問の中で、とかタスクの中で、最も難しいですよね。このリーディングパッセージ、3番のリーディングパッセージの処理はね。だから、これをあの読んで、えっと、要約をさっとできないくてもいいっていう風にあの思っておいてください。ね、できればもな,おなおさらいいですよ。けど、できる必要はないよと思って、さっとね、いくといいかなと思います。 で、あとはですね、この5番と6番ですけど、これバランスの問題でね、あの3番4番のアカデミックトピックのレクチャーで、こう、あえてこう言い換えをしようと思ってね、あの、通じなく <laughs> なってる人もいますよ。だからあの、言い換えにはそんなに あのそんなに注意しなくていいです。ね。あの、何でもかんでも言い換えるわけじゃないからね。例えば、ここに出てきたような、このタイトルとかね、こんなの学術用語なんで、言い換えちゃだめでしょ。ね。あの、鎌倉幕府とか言って、なってるときは鎌、まあ、ね、日本語でだけどね。鎌倉幕府って言うべきじゃないですか。ね。鎌倉幕府なのに、急になんかあの、源幕府とか言ったら、いや、自分、言い換えのつもりで言ったんですけど、そんなんちょっと許されないでしょ。だから、言い換えは基本的にしなくていいよ。ね。しなくていいんで、あの、基本的に、 あのもう聞こえたものは、あ、これ重要なね、あのアイディアの名前なんだね、これはもう当然リピートみたいなね、あのそういうで、そういうのが分かってほしいから、最初にリーディングパッセージがあるので、ねえっと、それでしっかり言い換えあの、言い換えをしなくていい、リピートができるようにすると。ただ同時に、いつもリピートを、 をするような感じではあの全部言えないよね。あの一部分だけリピートして、他が違うと全体違うことになるので、あのリピートする部分はこういうことだ。ねで、リピートをあのしない場合にはこういう、要するにこういうアイディアを伝えなきゃいけないっていうのはしっかりね理解できるようにあのしておくということですね。あとね、3番、4番では、ね、これなんですね、まとめすぎ問題ですね。まとめすぎ。あの例えばね、あの えっとこういう手順になります。1番こうです。2番こうです。3番、4番、5番となります。っていう風に言って、5番までちゃんと言うべきでしょ。そういうのって。でも、1番から5番の手順を使って、こんな風にやると、こうなんです。みたいな感じで、なんかまとめちゃったみたいなね。あのことは、まあまあありますね。そうなるとね、どうなるかっていうと、練習するときにね、まとめすぎの人は、練習するときに45秒ぐらいで全部言い終えちゃう。またはそれより短く。 60秒あるのにね。あのそういう風になりますねで。それはね、やっぱりまとめすぎになってます。だから、もっともっと、あの要約しなさい。サ t ライズ・ o ポイン s っていう風にね、サ r ライズしなさいとは言われるんだけど、あのイメージとしてはね、あのもうポイントを、こうやってメモしていくじゃないですか。ね、ポイント。で、ポイントをメモしたら、あのそれを全部言うっていうつもり。さっきの、えっと、この2番ですよね。 言うべきかどうか迷ったら言うっていう選択しなきゃいけないので、まとめすぎの人は言うべきことさえ言わないっていうことになってるでしょ。そうじゃなくて全部言うっていうことなんです。ね。で、しかも、この順番、聞こえた順番に言ってください。聞こえた順番に。あの、この、 ね、聞こえた順序で言っていないっていうのもあると思いますけどあのさっきのね5番までやるっていうことで言うとあのいや1番なんですよそして5番なんですけど5番の前に4番をしてねこれで全体的に、えっと、2番とか3番なんですよねとか言って変えるとなんか変な要約になりますよね。あの <laughs> ねえなんで2番今そ,このその時点で言ったのみたいなねあのっていうことになるんであの聞こえた順番に言ってください。 あトフルのレクチャーは聞こえた順番に上からポイントを並べて言うと上手に要約ができるように作られているので無理に順番変えるとあの本当にちょっと意味が分かんなくなることがありますよそれよりも意味が分かんなくなるなら私も意味それでも十分ダメなんだけどあの、ね、あの言い忘れるんですよ。 えっと、これ言って、次これ言って、これ言って、これ言って、はいとか言って言っちゃって、これ言ってないでしょ。で、そういうことがあるんですね。そうなると、やっぱりせっかく言うべきだったことが言えてないっていうふうになる。ね。全部コンプリートしてないっていうことになりますよね。 っていうことです非常に重要なことですね。だから、やっぱり言うとき言う時にはね、あのはい、最初言いました、はい、言いました、はい、言いました、言いました、言いましたで、全部消していくんです。消していって、最後まで消え時間内に全部消した人が勝ちっていうゲームなんです。これね、あのそれがあのトフルのスピーキングの2番から4番ねになります。ということなんで、メモを必ず見るっていうことです。 メモを取ったのに、あの、これね、あの、人によるんですよ。メモ全然取らなくって、あの、スコアがすごくいい人います。あの、もう全頭に入ってるんでだ言え、これぐらいだったらちょっと言えます、さすがに、みたいな、うん、感じで、あの、さらさら全部言える人もいます。でも、その人って23より上がんないなっていう悩みがないです。ね、あの、全然いいんです。けどね、23より上にあや上がらないなっていう悩みがあるんであればね、あの、しっかりメモを取って、で、えっと、 メモを一個一個潰していく。 っていうふうにあのしないと、あの全部ちゃんと重要な情報を全部カバーするっていうことがなかなかできなくなりますよね。あのそれが必要ですね。で、仮に今23点あの取ったんだけど、なかなか上がらないっていう人でメモは取ってませんっていう人は、やっぱ取った方がいいですよ。あので、それを見て、あのですごいメモ取らなくていいからね。自分だけにわかるぐちゃぐちゃなメモでいいんで、で、それを一個ずつあの消していく。で、全て消せたらオッケーというふうにするという感じですよね。それが、あの、重要な のこととかなと思います要するに重要なポイントを全部カバーしていく、であのできるだけたくさんカバーしていくっていうことですね。あのそれがあの2番から3番に関しては重要なねポイントだと思います。はい、えっと今回ね、ねあのスピーキング23を超えられないっていうことについて、えー、なんですけど、ポイントを、ね、いくつかこう上げてみたので、あの上がらないっていう部分はその部分が抜けてた、あるいはえっと上げるっていうためにはその部分を積極的にカバーしていく。 っていう感じでね、あの取り組んでいただければといいかなと思います。で、それ以外にもね、もちろん個別にはありますよ、いろいろね、あ,のあるんだけど、まあ一般的な話としては、まあ今ぐらいな感じになるかなと思いますね。参考にね、していただければと思います。ぜひ24以上を取ってね、あの素晴らしいスコアになるようにお祈りしております。